こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。反日国だとアメリカに認定された韓国ですが、アメリカが日本の味方しかしないと、バイデン大統領になっても何も変わらなく、石化に一直線に向かうようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。同盟復元を外交課題に掲げたバイデン大統領が失権して1ヶ月も経たないうちに日韓関係回復、日米韓の三角協力強化を叫ぶ米国内の声が本格化している。しかし米国のこうした動きが韓国には公平な仲裁ではなく、日本の肩を持つとして受け止められているのが事実だ。本当にそうだろうか。ではこのような流れはいつ始まったのだろうか。チョンウィヨン外交部長官は旧正月当日、ブリンケン米国務長官と就任後初の電話会談をした。日米韓の意思疎通をできるだけ急ごうとする韓国政府の焦りが読み取れる。外交部は会談事実を知らせる報道資料で、両長官はできるだけ早いうちに両国間の懸案論議のための高位級協議を開催することにし、日米韓協力が持続されることが重要だということに共感したと明らかにした。しかし米国務省が出した資料のニュアンスは微妙に違っていた。ブリンケン財務省が持続的な日米協力の重要性を強調したという表現を使い、米国が韓国に日本との関係回復を急ぐようにと説得するような姿勢を取ったからだ。ブリンケン長官と茂木敏充外相の電話通話資料を見ると、このような雰囲気をもう少し感じることができる。米国務省は両長官が日米韓3カ国協力とクアッドを含む地域協力を歓迎したと明らかにしたが、日本は自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて日米豪インドの連帯を着実に強化していくことで一致したという点を強調しただけで、韓米日3カ国協力については一切言及しなかった。米国が何か外交的過ちを犯した韓国に関係回復を要求しており、日本は自分たちの怒りが正当であるかのようにぎこちない雰囲気を漂わせたのだ。米国はしばらくの間、日本軍慰安婦問題など韓日歴史問題が噴出するたびに、自分たちが重視する人権の観点に基づいて韓国が好意的に受け入れることのできる有意義な介入をしてきた。2007年7月30日、米下院が日本の反対を押し切って慰安婦決議案を通過させたことや、2013年12月26日、安倍晋三元首相の靖国神社参拝の際、失望したという反応を示したことが代表的だ。しかし、米国のこうした立場は、2016年、中国の浮上に対応するために行われた日米同盟強化過程を経て劇的に変わることになる。この時期、安倍元首相は2014年3月、慰安婦動員の過程の強制性と軍の介入を認めた1993年の河野談話を継承するという立場を明らかにし、2015年4月には日米同盟を既存の地域の同盟からグローバル同盟に活動範囲と地位を拡大する日米安保協力指針ガイドラインを改正した。安倍元首相とオバマ元米大統領は2016年には広島と進む州湾を訪問し、最後まで残っていた歴史の残滓をかなり取り除くことに成功した。日米同盟が以前とは異なる特別な同盟に生まれ変わったのだ。新たに発足したバイデン政府は中国牽制のために柔軟で緊密に機能する韓米日3国の協力を望んでいる。これを表すように、米国務省報道官室は米国の声 VOA に日本と韓国の間に存在する緊張は残念なことだとし、日本と韓国の関係より重要なものはないと強調し、米議会調査局 CRS も韓日関係と日米関係関連報告書でバイデン政権の最大外交課題として韓日関係回復を挙げた。米国の本格的な介入は
3月に予想されるブリンケン国務長官のアジア歴訪で始まる見通しだ。米 CNN は複数の国務省関係者の話として、ブリンケン長官が NATO 北大西洋条約機構とアジア同盟国を3月中旬から下旬に訪問すると伝えた。韓国政府は昨年9月、菅義偉首相の就任を機に東京平和オリンピック構想を日本に伝え、関係回復を図った。しかし韓国が譲歩案を出すべきだという日本の強硬な立場のため、これといった成果を上げられずにいる。現在のように窮屈な状況が続くなら、2015年12月12-28合意や2019年11月 GSOMIA 終了決定を覆すのように、日本との関係でもう一度決定的譲歩をしなければならない状況に追い込まれかねない。それではネットの反応です。これだから自主国防が必要なのだ。韓国は自主国防を第一順位に挙げろ。日本と中国の仲が良くないから、アメリカは政治的に日本と友好関係を維持した方がいい。米国は慰安婦に対する問題点を知っているが、本人の歴史ではないどころか、すでに国際法上の和解になった問題だから介入したくないでしょう。自国の利益のためなら、一つ一つ準備して会うことがもっと重要だ。アメリカが、スパイが、大統領である、非正常な国に味方しなければならないのか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。